検証していきましょう。ちょっと待ってね。ちぎれながら、で、ウラルが、これで、棒読みをつけまして、OK。OK。あ、で、ここちょっといじくりたい。いじくり回してやりたい。どこだっけ？こっちから行こう。よし、これでいこう。これで、あ、おはようございます。よし、では、ダメだ、クルクルしてる。よいしょ。あ、ここかありがとうございます。またあれ来たのよ、クリショーのあれ。見送りって。ありがとうございます。よし、
今まで30歳。あ、ちょっとなんか吐きたくなった。ケツがね、セクシー。これ何した？6時間そうか、変えられないんだ。まあいいや。これ、あれだっけ、タイムシフトとか倍速で見れるんだっけ？ OK、OK。じゃあ、2倍。
あれか、別。俺もテンプレでコピーで送っていくかな。メール。
倍速で見てるんですけど、
多分この辺だな。ちょっと再生速度を、標準にして聞いてみよう。ダメだ、ラチが開かない。
でしょ。どうもでいらっしゃい。またスコア付与を見送りのメールをいただいちまったぜ。でもどこにも外バッキシって今日は行かない。どこにも該当箇所ねえぞ。これだって家帰ってきたとこじゃない？どこにもそれらしき部分がないんですが、どこにもないぞ。多分これ自動的にスコア付与のメールって送られるのかな。人が何か見て判断するとかじゃなく、通報があったらとりあえずオートで送信されるメールなのかな。第何条？第八条。第八条。
どこもない。よいしょ、どこにも何にもねえぞ。よっす、おはよう。いや、またね、クリションのスコア付与見送りのメールが来たのよ。
でちょっとそれの検証してたんだけど、どこにもそれとおぼしき場所がないんだよね。だから異議申し立てをしようと。
ありがとうございます。
そう、あ、土日祝日は、営業日、営業日じゃないんだよ。だからこれ、通報すると、多分自動送信されるんだよ、これ。
それでは、聞いてくれた人、見てくれた人、最後までコメントしてくれた人、ありがとうございました。次枠は、ミニアレプリカンとゲーム実況枠です。では、また。